ラファエル・フェルナンデス。ラファエル・ミランダ・フェルナンデス。1986年4月23日帯は、ブラジルのサンパウロ州サンパウロ出身の元プロ、野球選手、投手、通訳。右投げ右打ち。ポルトガル語の発音表記は、ハファエル・ミランダ・フェルナンジェス。から北海道日本ハムファイターズの球団職員として、スペイン語の通訳を務める。 ブラジルのヤクルト野球アカデミーの卒業生。10歳の時に外野手として野球を始めた。もともとは左利きであったが、野球は右でやるものと思っており右投げ右打ちとなる。カントリーキッズ高校時代はエースとして3度の全国優勝を経験した。卒業時にはメジャーリーグの2球団から声がかかったが、高いレベルで野球がしたいという本人の希望もあって、 卒業と同時に来日し、ブラジルと交流のある白王大学に入学した。大学時代には、赤子新学生野球リーグの公式戦に登板したが、4年間を通じて、わずかに勝を挙げただけに留まった。しかし、最速時速1 5 1トルの直球を NPB 球団のスカウトが高く評価。前述した事情で日本人選手として扱われることから、 2008年の NPP ドラフト会議で指名の対象に入った。結局、同年の育成ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから一巡目で指名。支度金300万円、年俸350万円、金額は推定という条件で育成選手として入団した。入団当初の背番号は115、白鸚大学への進学で一緒に来日した友人を、 事故で亡くしたことから、入団の際には、友人のためにも活躍したいと述べていた。2は、6月17日に支配下選手契約へ移行するとともに、背番号を66へ変更。8月6日の対阪神タイガース戦、京セラドーム大阪パッカイウラに救援で1、軍公式戦へのデビューを果たしたが、1軍では、この当番だけでシーズンを終えた。2は、 7月1日の大半新戦、明治神宮野球場を6回表に救援で登板。1回を無失点に抑えた末に、一軍公式戦での初勝利を挙げた。ヤクルトに育成契約で入団した後に、支配下登録選手として一軍公式戦に、登板した投手が勝利を挙げた事例は初めてであった。シーズン終了後の11月には、自身と同じブラジル出身のチームメートであった。 松本雄一や金福勇護どもに第3回ワールドベースボールクラシック WBC 予選のブラジル代表に選出。パナマ代表との間で争われた11月19日の本選出場決定戦では先発投手として6回にアンダム失点と口頭したことによってブラジル代表の WBC 本選初出場に貢献した。2番。 レギュラーシーズン開幕前の3月に模様された第3回 WBC の本戦にブラジル代表として出場3月2日には日本代表との一時ラウンド第1戦に先発したしかしレギュラーシーズンでは一軍公式戦への登板機会がなく10月1日に球団から戦力外通告を受けたは母国ブラジルへ戻りアマチュアチーム 日本ブルージェイズでプレーし、アメリカやメキシコ、ベネズエラのチームからの連絡を待つと報じられた。3月10日、日本の独立リーグである四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツへ、ラファエル・ポロと共に入団した。11月26日に自由契約選手として、公示されたことを機に対談。2は、山梨県を拠点に活動を開始した。 クラブチームのシンセリティ公式野球部に所属。その一方で野球ブラジル代表の一員として2017ワールドベースボールクラシック予選に出場した。代表チームが予選4組で敗退したことから10月に再び来日したが本人曰く行き場がなくなってしまっていたという理由でだいぶ事実上の現役引退を余儀なくされた。 シンセリティ公式野球部からの退部後は、野球とは無関係の仕事につきながら、現役復帰を目指して、自主トレーニングを続けていた。のシーズン途中に、白王大学時代の教授、栗山秀樹が一軍監督を務める北海道、日本ハムファイターズからの打診を受けて、球団職員として入団。母国のブラジルの公用語がポルトガル語でありながら、スペイン語を流暢に話せることから、 スペイン語が公用語の国で出生した外国人選手、キューバ出身のヤディル・ドレークなどの通訳を無めた。その一方で日本ハム球団への採用後も現役復帰に向けたトレーニングを継続。2017年シーズン終了後の11月15日にはブラジル代表のユニフォーム姿で松田スタジアムの12球団王道トラウトに参加すると 対戦した4人の打者をいずれも無安打に抑えた。最速時速 151km のストレートが武器。変化球の持ち玉はカットボールスライダー、カーブチェンジアップなど、ブラジル国籍しか保有していないが、日本の教育機関で規定年数以上の教育を受けた白鸚大学に4年間在籍ことから NPB では外国人枠の適用外とされ、 日本人選手として登録されていた。母国語のポルトガル語のほかスペイン語や日本語も流暢に話せる。日本語は、白王大学への入学を機に来日してから徐々に習得。スペイン語は、ブラジルヤクルト野球アカデミー時代のコーチが、キューバ出身だったことから身についたという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。